イエーイ。やっちゃう？やっちゃいます。アブベルオンライン、やっちゃいましょう。アブベルオンライン、やっちゃう？押しちゃうじゃん。もう押しちゃったの？あ、今ちょうどタイトルが来そう。よし、タイトルが映ったから、うん、じゃあ、いきます。俺もタッチ、タッチ、キャラクターを作成せよか。早い、もうそこまでいってんの。キャラクターを作成しましょう。 OK。 はい、はい、名前は新規作成 P。 何か2個作れんの？名前さん、ペイントにしようよ。ペイント太郎にしようか。じゃあ俺ペイントゴローにしようかな。ペンゴロー。性別、使えねえんだよ。名前を入力してください。ペイントの名前使っとるやつおるんやよ。嘘。同じ名前のプレイヤーが存在します。名前を変更してください。じゃあ普通の名前にするわ。わーい、ペイント隊長にします。僕はじゃあ俺ペイント隊長にしよう。あ、私もマジで？ペイント隊長123とかでいいじゃん。もうね、誰が誰だか分かんない、正直それ。そうだね、どうしようか。え、俺は普通にシャケトリクマグロ、つか10文字入んないの。なんだよ。ただ白くしよう。性別女。俺シャケクマにしよう。耳は黒だな。うん、つか音楽超綺麗なんだけどね。え、名前シャケクマ、シャケクマ。え、性別女だよね。男でしょ。男です。どうしようかな。ショートにしよう。ショートにする。ショートにした。ブランドショートにした。でも男普通にかっこよくない？そうなの。マジで？絵文字つけよう。絵文字じゃない、顔文字つけよう。オッケー。あっしょいこう。オッケー。できた？うん。え、これログインするのかな？え、もうログインしちゃっていいんですか？え、もうみんな、待ってる？今待ってる。待って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 。よし、できた。オッケー？俺、超シンプルになっちゃった。面白みねえな。いや、もう、面白みも、でも出せそうにもないよ。なんか、あれじゃない？髪型は。髪型だってさ、奇抜なの、多分。何でしょう。あー、じゃあシンプルに行くか。シンプルな感じでしょ。シンプルで行くでゴンスじゃ。装備でやっぱり個性を持たせるか。なるほど。どうしよう、同じ。完了。射撃魔を作成します。よろしいですか。はい、行く。待って待って。え、じゃあ、俺ログインするよ。行くよ。僕もしたい。ログインしていいですか。行こう、みんな準備 OK？ OK。もうスタートした。あ、嘘、じゃあ俺も行く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 。行きますか。行くよ。なんか始まった。え、もう始まった。せーので、ピッ。嘘、もうすでに押してたんだけど。行けた。僕も可愛いですよ。じゃあ僕も似てるでしょ。待って待って、本当に性別が違うよ。嘘。ログインボーナス、ファインをタッチして。うん、タッチした。ようこそアバベル。あ、もうみんなこれ終わってんの？何それ、いい声なの。もういつの話。いい声なの。いつの話。10年前の話だよ、それ先輩。嘘。あ、え、画面をタッチして、シャケクマいた、シャケクマ。アングルを変えて、シャケクマいた。ちょっと待って、わしょいこだ、わしょいこ。あ、来た。なぜかユキから来た。レベル6やってる、なんで？レベルアップしたのなんか知らないけど、今。なんかこれ実績みたいなのあるみたいですね。あー、なんかパーティーを組もうとか、フレンドになろうみたいな。そうなんだ。がしたって。そういう経過。時間経過でもらった。ペイント隊長パーティー。ふむふみはむさんがすごい、なんかすごい、なんかアピールしてる。欲しい。パーティー欲しい。パーティーだってフレンドじゃないからな。フレンド俺ら友達じゃねえからな。送ってるんですけど。ちょっと待ってね。承認しない。ずっと申請中ですってずっとなってますよ。なんだろうね。来てないのかな。じゃあコミュニティ開いてもらって、メールってとこ見てもらったらありますかね、受信箱に。初めての友達。え、なんか俺ユッキーだけしか友達になってない。おっと？私送ってないもんね。そういうことか？おやおや。だってね、鮭クマがいないよ。鮭クマがいない。置いていこっか。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、俺が逆に送ればいいんじゃない？ペイントに。あ、いた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 。コミュニティ。鮭クマフレンド申請。どうやって送ればいいの？コミュニティ。コミュニティフレンドリストで、フレンド検索って押してもらって、並び替えのとこで、レベルの低い順で表示してもらうと多分僕が出るってことと思います。なるほど、レベルの低い順。お、ペイント隊長レベル2度で、フレンド申請行った？来た。これだ。これで、はい、許可します。お、来た。これ全員フレンドになったよ。お、よし、じゃあパーティー招待します。よかった、リアルでもネットでも俺ぼっちのこと思ってたわ。ちょっとそんな悲しいこと言わないで。お、パーティー申請来た。
イエーイ。待って、やっと冒険なんだけど。やってみようか。ちょっとこのモンスターフィールド行ってみますか。行く行く行く。どこ行くの？どこへ？どうやって？あ、この中に入ればいいの？はい。もう行こう。ローディング中だ。えらい長かった。パーティーだと名前が緑になるんだ。そうなの？じゃああっこがいるの。見えた見えた。あの右上のマップ見ればわかるわ。本当だ。右上のマップが。ユッキーいた。ユッキーさーん。あ、やべえ、なんか楽しい。ユッキーさーん。何もしてないけど楽しい。後ろだー。後ろ？オンラインっていいね。オンラインよね。オンラインすごいね。さ、この4人ってさ、みんな見事にバラバラじゃん。なんか。ちょっと待って、今ね、あの合流しようとしてる。あ、ユキナさんいた。あ、なんかトカゲ倒してる。おー、モンスター倒した。テンション上がる。ボス、何もしてねえぞ。俺やってるよ。このクマ何もしてねえ。いや、俺頑張って倒してるよ。あと全員揃ったよ。ちょっと待って、俺ハーレムじゃん。イエーイ。今更だけど。ハーレムだね。みんなキャラ被ってなくてよかった。ねえ、俺トカゲ倒そうぜ、トカゲ。イエーイ、倒しましょう。イエーイ。ほらほら、ほらほら、これがいいのか、これ。ほらほら。お前、この人も、この人ミュートにしていいかな。なんでだよ。え、なんかもう、こいつら余裕じゃね？体力が私なくなったんだけど、どうしたらいいのかな。え、そうね、だいぶ減ってるね。私も結構減ってる。あ、魔法使ってる人がいる。なんであれ。職業がなんかどのこのって、レベルがね、5になったらね、転職できるって。え、俺もうレベル6だよ。私も6。え、転職したい。なんだよ、レベル3なんですけど。だ、ミッションの報酬を受ければ権限値上がるよ、うん、ミッションの報酬どうやって、何、運営メール、なんかびっくりマークのやつない？あ、間違ってショップ開いてる。いや、多分、ね、なんかでかいのいるよ。エミューがいる。エミュー、どこどこ。ほら、ここなんかもらった。鳥がいるよ、鳥。エミュー、本当だ。あ、報酬を受け取る。さっき倒したし。報酬を受け取る。おら、おら、おら。それ報酬をなんちゃら。来た。報酬を受け取る。今宵は、今日の晩御飯は焼き鳥じゃ。え、ちょっとどこで転職するんだろう。転職したい。何になる、みんな。俺支援系でいいや。私魔法使いでみたい。事務職。いい、楽な、楽なのがいいな。それでもレベル4にしかならんよ。うん、だから。助けないか。そうね、いや、初めてのフレンド、初めてのパーティー、初めての討伐のあれでもうレベル一気に5になるよ。こいつ意外と強い。どれ？あ、ここだ。すごく。お、オープン。お、またなんかクリアした。じゃあ全員レベル5になったら行こうか、転職。どこで転職するんだろう。ねえ、さっきの街かな。うらえ、なんか強そうにいいんじゃん。あ、どうしてる。私死んじゃう。え、なんでそんな HP 低いの。あ、やばい。薬草、薬草。薬草なんてある。なんかな、どうやって回復すんの。多分アイテムをショートカットにセットすると思うんだよね。ほら、しゃがむ以外に2つ空いてるじゃん。うん、その中に多分セットするんだと思う。あー、なるほどね。待って、なるほど。フェインティーレベルいくつなの。見て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 て。うん、どうしたどうした。僕見てて。うん、今ペインティーがいない。見ろ、俺の回復。うわー、え、回復できるの。どうやる。うわー、何それ、どうやるの。3ずつ回復していく。何、どうやるの、教えて。え、あの、うん、メニューでキャラクター開いてスキルっていうのを見てもらえば、キャラクター多分2つ、フライングと応急手当っていうのがあると思うんで、それやると。え、メニュー開いたけどないよ、それ。メニュー何。メニュー開いてキャラクター、レベルアップを完了。スキル、そうですね。お、いろいろあるじゃん。どれ、スキル。プランニングと応急手当。これプランニングは何。あ、これガチや。取得すれば覚えられるんだ。そうですね、これさらにステータス見ると、これ自分で振り分けられますね。ね、やばい。え、どういうこと。いや、これちょっと待って、ハマるかもしんない。どういうこと。お、すごい。応急手当。プランニングって何。プランニングは、経験値が 30% 向上するから覚えておけばいいかもしんない。マジでいいね。とりあえず応急手当と、うん、プランニングを、うん、じゃあ、うん、した。ん？これまだ振り分けしない方がいいかな。うん、俺もね、今取っとこうかなと思ってる。え？僕も後で振り分け、後でしやろう。これさ、あの取得してもさ、うん、あ、何、あれに出てこなくない？あ、なんだ。これ自分でショートカット作成っていうので、ショートカット設定しないと。ショートカットの作成はどこにあるの？ですね、これあの もう一つは多分ショートカットできないやつなんで。フライングって。そう、プライングはね、プラッシブだから。やばいやばい、超フルボッコ食らって。応急手当っていうのはショートカットっていうところが出てくると思うんで。覚えたら。
そこを押せば、あったあった、自分で設定できます。あ、本当だ、ショートカットってあるね。おお、回復する、気持ちいい。やばい、死ぬ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 。もう何も怖くない。おお、なるほどなるほど、できた。あ、和食が死んだよ、和食が助ける。あ、やばいやばいやばい、何も怖くない。ショートカット、ショートカット出てる。キャラクター、キャラクタースキルで、取得したスキルを選択して、そうそう、ショートカットであるから、それをセットするだけ。すごい、なるほどね。何も怖くない、もうもう何も怖くない。なるほど。え、ペインティーとワッショイコレベル5超えた？僕7です。で、僕8になります。5になったよ。お、ありがとう。転職行こうぜ、転職。いや、これさ、人に回復してあげられるの？応急処置は無理じゃない？どうなんだろう？自分だと思います。でさ、自分にしてもさ、全然上がんないんですけどね。うん、だから本当に応急手当なんだよね。本当に応急なの？めっちゃ回復して、2人。待って、全然体力上がる気配ないから。2とか2ずつ少な、超大変じゃんこれ。え、気持ちいい。5や、え、気持ちいい。本当にちょっとずつ上がってってね。本当にちょっとずつ受けるんだけど、びっくりするぐらいやってる間にさ、やられるよ。一応みんなで回復しよう、みんなで近くで回復しよう、こうやって。ちょっとずつしか回復しねえ。わっしょいこ、全然メーター動いてないんだけど。熱い、メーター動いてないじゃん。ウケんだけど、これどういうこと。女の子たちがなんかすごいバタバタしてんだけど。絶対さ、これさ、旗から見たら何してるの。俺眺めてよ。俺眺めてるわ。やばいね、ウケんね、絶景だね。絶景だった。鳥が前横切ってんだけど。マジ邪魔なんだけど、この鳥。なんなんこの集団。じゃあ行くか、転職しようぜ。行こうって、転職の場所に行けばいいの。多分最初の街じゃない。とりあえずみんなの希望を述べていこうよ。そこからバランスを見ていこう。僕はレンジャーかな。なるほど。俺はアークライドかな。私ね、マジシャン。じゃあ私、なんかあれでしょ、攻撃系がいいでしょ、私きっと。いや、好きなの、好きなのでいい。好きなのでいいよ、好きなので。いや、好きなのも何もない、ないから。近距離か遠距離か、まず。いや、それは遠距離がいいけど、でもみんな遠距離っぽいからさ。じゃあ僕。いや、私はいいよ、ウォーリア。この空気の読み合い。いやいや、いいよ、本当に。いや、私何でもいいからさ、別に私何でもええよ。ただ私がもしその近接になったら、多分すっげえ多分使えないと思うよ。じゃあもう、まあ、俺がやるか。やっぱ俺が。お、隊長。さすが隊長。行かないといけない。隊長。隊長。はい、はい。隊長何人なの？え、じゃあ隊長、ウォリアーなるよ。ウォリアーはやっぱ必要なの、やっぱ。やっぱでもなんかどこのゲームでもやっぱタンクっていうか。そうだね。だ、多分ウォリアーとアコライトは絶対必須なんだよね。じゃあウォリアーで僕行きます。じゃあ俺アコライト。だから2人は転職します。2人は好きなのでいいよ。俺は、じゃあ私レンジャーになるよ。俺ペンペンが足りなかったレンジャー。転職しました。俺ウォリアーになった。でも多分装備が変わってないから見た目変わってないから。ウォリアー、ウォリアー、ウォリアー、いいね、いいね、順調じゃん。いいの、順調じゃんって何も変わってない。あ、上位職とかもあるんだ。へえ。レベルがさ、30とかになったらできるじゃなかったっけ。いや、50って書いてあったよ。50か。相当先。頑張らんとかもいかんやん、ね。レベル30まで何度でも転職して、取得したスキルは全部リセットすることができるんだ。リセットしないといけないってこと？だから、いろんな。のを試せるってことじゃない？これもいいか。あ、違う。30まではだから好きにスキルとか振り上げられるんだ、スタンスも。うん。だから30まではもう適当に振っててもいいと思う。とりあえず俺振っちゃおうじゃん。あ、これ1日1回無料ガチャがある。あ、そうなの？あ、やっとこないと。え、どこでやるの？メニュー開いてショップ開いてもらうと。ショップ。うん。で、その一番下のところに、うん、ここで。あ、本当1日1回無料ガチャ。あると思うんで、これやりましょう、みんなで。あ、やろう、やろうやろう。ちょっと誰が一番運がいいか。そうだね、そうだね、まあ、いいね。いや、私絶対良くないもん。まあ、多分俺いいの出るよ。おっと、なるほど。それは面白いことを言う。じゃあ行っちゃう、やっちゃう、やっちゃう。じゃあ回しちゃうよ。誰が喋ったの今。何が、なるほどって言ったの誰。僕ですよ。全然わかんない、誰、使う人が来たのかと思う。乱入、ちょっと声変えただけだよ。じゃあ行くぜ。はい、1回回す、はい、無料。えい、ん、赤のメモ帳。お、あ、経験値 10% アップ。
いいの？使用すると30分間各ドキドキボックスだ。獲得ジョブ経験値が 5% 上昇。何かこれ何が出るかお楽しみ。使用することで入手できます。それさらにくじの後にくじが出たってこと。そう、なんかドキドキボックスが当たったよ。私は30分モンスターからのアイテムドロップ率を 10% 上昇させる。 あ、なんかいいんじゃないそれ。口の中で弾ける刺激が。なんか装備とかじゃなくて新アイテムなんですね。そうなんだね。なるほど、あなるほど。え、装備とか整えたい。ねえ、ねえ楽しいんだけど、どうやって装備整えればいいの。なんかやっぱりやっつけてお金貯めてみたいな、そんな感じ。うん、もう戦いて。確かにね、レベル上げてスキル上げたい。うん、てかまずウォーリアーのスキル振りを。そうなんだよね、それだよそれ。でも30まではリセットできるから、うん、とりあえず適当に振っちゃっていいと思う。わお、何やってんの。これスピアが入ってたからスピアに切り替えた。かっこいい。俺がウォーリアーだ。この俺がウォーリアーだ。それどこからやるの。キャラクターステータスでスタス打ったりとか、うん、スキル覚えたりとかじゃない。ステータスアップ。まあ俺そ、あ、これだったら多分イントだろうな、俺は。とりあえずイント。何あげればいいんだろう。イント全部臨床いた。全然わかんないんだけど。私もわかんない、全然。そして。オッケー。任せろ。俺が隊長だ。さすがペイント隊長。お、かっこいい。何やり。お、いっぱいある。やりいいね。シュンシュンシュン。シュンシュンシュン。やべえ。10欲しい。もう早くレベル上げたい。ちょっと待って、すごいな、いろいろある。座るショートカットから外そうかな。座る、あ、そうか、座るって、まあ、実際そんな使わないよね。私座る死にそうになったら座んないと思う。つか、そう、座るは別のショートカットでいいと思う。あの、なんだろう、ほら他にもあるじゃん、他のショート。あれ座るどこにあるんだ。え、座るってのはなんか、あれでしょ、緑のやつ。のえ、これ外したらもう座るできないってこと。違うよね。いや、なんかね、見当たらないんだ。まさかの、まさかの。あれ、攻撃とジャンプと回避はあるんだけど、座るが見当たらない。それ、多分上の1って書いてあるやつが2か3になってると思うんですけど、これショートカットが足りないんで、1、2、3で振り分けて。振り分けられるんだけど、座るなくね。ない。え、これでしょ。座るはもうデフォルト的な。あの、デフォから外したらなくなっちゃった。さよなら。もうマジで。さよなら座る。そう。今まで僕を座らせてくれてありがとう。マジで座るなくなった。そんなもんだの。マジでさよなら。さよなら座る。いや、でも僕はありますけどね、座る外してないんで。うん、クエストをどこで受けるかだよ、まず。そうだね。そこから。そこからの拡大縮小できる。拡大した方が見やすい。うん、見やすいね。クエスト。さらに迷宮案内レックス。迷宮案内にレックスにもしたけど、ね。クエスト？あ、違うか。あ、この人だ。どの人？あのさ、今さ、職業のさ、窓口の逆側っていうか。逆側行くのね。反対側。ギルド、あ、クエスト。クエスト場所取っちゃおう。どこどこ。あ、ごめんね、うるさいね。動画を見てくれてありがとう。各アイコンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。スマホの方は下の詳細からクリック。たまらんな。